第101回東京箱根間往復大学駅伝競争箱根駅伝の予選会が10月19日東京立川で行われ立教大や中央大など10校が来年1月の本大会への出場権を得た予選トップ通過候補に挙げられていた東海大は選手の途中棄権などが響いて14位に終わり12年連続の出場を逃したハーフマラソン21 0975キロのフィニッシュ地点を目前にしても振り絞れる力は残っていなかった東海大のロホマンシュモン3年はゴール手前でコース上に倒れ込んだその横でラストスパートをかける他校の選手たちが次々とフィニッシュラインに飛び込んでいく救護スタッフらに抱きかかえられたロホマンシュモンは車椅子に乗せられ無念の途中棄権となった 予選会エントリー時の1万メートルの記録は29分7秒48で、東海大の出場選手中5番目。前回の本大会では2年生ながら10区を任された。1万メートル28分台のタイムを持つ井原氏隆伸、4年と鈴木天次、3年の欠場が19日朝、発表され、主力選手の一人として期待される中、 1 5キロまでは46分16秒と上位で通過していたが2 0キロは1時間2分31秒と遅れた5キロごとのラップタイムも1 0キロ地点1 5キロ地点までの15分40秒から1 5キロ地点2 0キロ地点は16分15秒に下降残り1キロ余りでさらに苦しい走りを強いられていた各チーム10から12人が走り 上位10人の合計タイムで順位を決める予選会。東海大はチーム9位となった中井陸と3年が1時間7分39秒でゴールした一方10人目にゴールした腰雄太4年は1時間12分29秒と大きく遅れるなどし10人の合計タイムは11時間3分39秒となった。今回の予選会をギリギリで通過した10位。 順天同大の合計タイム11時間1分25秒とは2分14秒差ロホマン主門の途中棄権がなければ前評判通りに本大会出場を決めていた可能性がある東海大が10校の本大会出場枠に滑り込んでいれば順天堂大が予選落ちし本大会出場記録が13年連続でストップしていた可能性もある昨年の予選会では 東京国際大の留学生リチャード・エティーリが転倒するなどのハプニングがあった10月としては異例の暑さの中で行われた今年の立川秋の陣も波乱のレースとなった